ふんばき家族皆様こんにちは。ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて、成分を見て選びましょう。ふんばき家族皆様こんばんは。ふんばきです。今日は9.メガ割におすすめするクリームです。ぜひ参考にしてください。一番最初に9.メガ割におすすめするクリームは、いろいろ良い成分がムラなく配合されているスキン1004センテラクリームです。まずマダガスカル産樹木酸エキスが 9.8% と、樹木酸エキスの核心成分マデカソシド、アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸が配合されて、傷んだ肌、敏感になった肌を素早く鎮静させて、肌再生サイクルも良くしてくれるクリームです。次に美白シワ改善成分ダイアシアミドと、シワ改善機能性成分アデノシンも配合されて、マカダミア種子油とシアバターも高配合されています。マカダミア種子油は若い年齢に多く見られて、年を取ることに減っていく若返り成分パルミトレイン酸が多く含まれ、老化防止にとっても良いオイルです。次にシアバッターは高保湿成分で、長い歴史を誇るスキンケア成分です。まずシアバッターは肌の水分が蒸発するのを防いで、肌をしっとり滑らかに維持するようにします。他にも肌炎症緩和、赤ちゃんの発疹とアトピーにも効果的な成分です。それにこのクリームには肌の脂質成分と似ているスクワランも一緒に配合していますので、シワバタとともに皮膚水分損失を防ぐのにとっても良いクリームです。それに肌をみずみずしく、肌細胞までふんわりと水分で満ちた皮膚にしてくれるトロメタミン、パンテノル、エリスリトール、トレアロース、ベタインまで配合しています。きちんとした肌の鎮静と肌の保湿がきちんとできず、カサカサな肌をもっと滑らかにしたい方におすすめします。では使用感です。水分クリームに近い粘土で塗りますと、伸びがとっても良くてとっても軽いです。全般的に塗りますとベタつきはなく、きちんと保湿されます。香りはほのかに爽やかな香りがします。次に9.メガ割におすすめするクリームは、エイトルオリジンカーミングリリップクリームです。中心になっている成分はパンテノル 5.14%、 スクワランが 5% です。パンテノルは皮膚吸収力がとっても早く、皮膚細胞一つ一つを素早く水分で満ちた肌にしてくれます。それに細胞代謝を活発化させる能力もとっても高いため、皮膚再生能力にも優れています。他にもパンテノルは角質層である肌バリアを強化し、崩れた角質層を素早く回復させます。本当にパンテノルは皮膚の奥水分維持能力がすごいので、皮膚には欠かせない成分です。次に高配合されているスクワラン 5% はスクワレンではなくスクワランを使用しています。スクワレンも肌の脂質と似ていますので、とっても良い保湿剤ですが、早く酸化する弱点を持っていますので、エイトルは安定化させたスクワランを使用しています。スクワランも一つの種類だけを使用せず、動物性スクワランとゴボウスクワラン2種を使用して、もっと肌馴染みが良いようにしています。パンテノル 5.14% とスクワラン 5% で油水分バランスがきちんと合うように作っています。パンテノル、スクワラン以外にも
セブン歯科コンプレックスが配合され、セブン歯科コンプレックスとは樹木酸エキス、樹木酸バーエキス、樹木酸ネエキスと樹木酸の核心成分アシアチコシド、アシアチン酸、マデカソシド、マデカシン酸と7つの歯科コンプレックスを配合していることです。樹木酸で得られる効果をきちんと発揮できるクリームで、7つの歯科コンプレックスは傷んだ肌、敏感になった肌を素早く鎮静させ、肌再生能力も高めてくれます。それに抗酸化能力にも優れたクリームで、ビタミン E50 倍、ビタミン C20 倍のピコノジェノール成分が多く配合されているフランス海岸症注意エキスも配合しています。肌の油水分バランスが合わない方、肌をきちんと鎮静させたい方、重たいクリームより水分感のあるクリームで保湿力を上げたい方におすすめします。では使用感です。硬くも緩くもないクリームが入って、塗りますと伸びがとっても良いです。全般的に塗りますと、スッと吸収されてはベタつき感はなく、肌はしっとり滑らかになります。香りはないです。次に9点目代わりにおすすめする商品は、雑誌ビスト10月号に載せられた、プンバキ家族が大好きなボナジュールプンバキ、イデベのマルチペプチドクリームです。このクリームは黄色いですが、塗るボトックスと言われて、肌の弾力には欠かせないイデベノンを 1000ppm も配合しているからです。それにイデベノンをそのまま配合せず、リポソーム化して配合しています。ではリポソームについて簡単に説明します。この絵を見ながら説明します。人間の肌細胞はリン脂質でできています。そのリン脂質を人工的に人間の細胞膜と同じく作って丸くさせたことで、キャプセルの中に丸い穴ができます。その間、穴にイデベノンを入れます。それをリポソームと言います。人間の細胞膜と同じくできたイデベノン入りのリポソームが近づいてくると、人間の細胞膜と同じなので細胞が膜を開いてくれます。それで細胞膜の中にイデベノンが入るようになり、普通のイデベノンクリームを塗るよりイデベノンの吸収力がぐんと上がり、肌の弾力性がより高くなります。ここまでがリポソームについての説明です。肌弾力には欠かせないイデベノン以外にも、塗るボトスと言われるアセチルヘキサペプチド8も配合し、それに破壊した皮膚のバリアを強化させて、たるんで緩んだ肌に弾力を与える EGF も高配合しています。他にもパルミトイルペプチド4、合成ヒット遺伝子組み換えポリペプチド9、アデノシンも高配合していますので、老化により疲れた肌に弾力とエネルギーを与えます。リポソーム化したイデベノン、EGF、ペプチドで肌に弾力を与えて、弾力性をもっと高めるためにセラミド、脂肪酸、コレステロールも配合しています。肌バリアが健康ではないと皮膚の弾力性を極大化できないです。その理由についてですが、角質層はセラミド、脂肪酸、コレステロールでできているからです。そこで肌の角層の環境と同じく、セラミド、脂肪酸、コレステロールを3対1対1に配合しています。3はセラミド、1対1は脂肪酸とコレステロールです。3対1対1で肌バリアを正常化することができます。それに配合しているセラミドも1種類ではなく、肌バリア機能をきちんと整えるセラミド EOP、 セラミド NS、 セラミド MP、 セラミド AS、 セラミド AP と5種類も配合しています。ここまできちんとセラミドを入れているクリームはなかなかないです。まだ肌自らセラミドを作るように手助けするフィトスフィンゴシンまで高配合しています。ですので、肌弾力に良い成分と肌バリア強化成分と保湿成分もきちんと配合していますので、肌弾力にとっても良いクリームです。次に肌に若々しさを与える一等級天然オイルも配合しています。配合しているオイルはスクワラン、ロズマリバユー、マカダミアオイル、ロズヒップオイルです。オイルが配合されているからニキビ肌は使用できないかと思うかもしれないですが、全部ニキビにも良いオイルで、ノンコメイドジェネリッククリームです。毛穴を防ぐ成分は配合されていないです。
その次に美白成分ナヤシアミド、グルタチオン、サジエキスも配合していますので美白機能も持つクリームです。まとめますと、シワ改善、肌弾力強化、肌バリア機能まで高めるクリームで、美白もできるクリームです。本当に良いアンチエイジング効果を期待できるクリームですので、ぜひ一度は使ってもらいたいです。最後に構成成分についてですが、全成分安全な EWG グリーン特許成分で、クリームの pH も弱酸性です。では使用感です。出しますと黄色いクリームが出て、人工色素ではなくイデベノンの色です。塗りますとスルスル塗れて、伸びがとても良いです。全般的に塗りますと肌はしっとりしますが、ベタベタするベタつき感はないです。香りはほのかに爽やかな香りがします。次に Q10 メガ割におすすめするクリームは、リアルバリアプンバキコラボ商品ブルーブライトニングクリームです。リアルバリアエストリウムクリームは本当に韓国国民が愛用するクリームです。クリームといえばリアルバリアと自信を持って言えます。そのリアルバリアとの美白クリームですので、美白クリームの出来がすごいです。このクリームにもエストリウムクリームと同じくリアルバリア MLE 特許技術がそのまま適用されています。リアルバリア MLE 特許技術を簡単に言いますと、ラメラ工場をそのまま活かしたということです。この絵を見ながら説明します。私たち角層には細胞があって、細胞の間はラメラ工場になってます。水層と油層が繰り返し重なっています。このラメラ工場を塗るわけですから、肌バリア機能が正常化し、健康な肌になります。次に美白成分もきちんと配合しています。アルブチン 3%、 ナヤシアミド 1% で、乾板シミ緩和とメラニン色素が肌表面に移動するのを防いで、美白効果を出すクリームです。アルブチン 3% のクリームはなかなかないです。まだブルタンジンも配合していますので、ニキビ鎮静、敏感になった肌を素早く鎮静してくれます。まとめますと、肌バリア機能を正常化させ、美白と鎮静ができるクリームです。ここで大事な話をしますが、ラメラ工場で美白成分を塗ると、美白成分の吸収力がぐんと上がりますので、他の美白クリームより美白効果が高いです。では使用感です。出しますと青いクリームが出て、この青色は人工色素ではなくブルタンジの色です。塗りますと滑らかなクリームで、ベタベタするベタつき感はなく、すっと吸収されては、肌がしっとり滑らかになります。香りはないです。このクリームを使って肌が透明になって、ニキビができにくくなったというレビューもコメントもたくさんありますので、参考にしてください。ここまでが Q10 メガ割におすすめするクリームです。新商品とプンバキコラボ商品まできちんと説明しましたので、ぜひ参考にしてください。ではこの動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。プンバキインスタグラムフォローもよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。